ミリタリーマニアに直撃してるのね。おそう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 。でね、あのこの時代ってね、あのちょっと面白かったの、めちゃめちゃバイクが流行る。男の子が本当にバイクによく乗ってた時代で、それでメカが本当に大好きですっていうんで、本当にバイクを買って改造したり、車を買って改造したりとかっていう、そういう世代なんだよ。だからこういう連中友達にいたんだけど、ツーストとか言うわけ、いきなりね、ツーストって言いたいの、ストツーじゃなくて、ストツーじゃなくて時代考えるだって分からへんよそんなん。ツーストツーストロークのエンジンがあった、CB キャブとかね、全然わかんないじゃん。分かんない、だスリップ入ったからとかさ、そういう言い方するよ。だから要は、メカの世界のバイクの世界の中の専門用語をちらつかせて、俺はお前よりも上だぜっていうマウントを取ろうとして、これめちゃめちゃガンダムに合うんだよ。ガンダムの世界ってまさにそういう世界で、だって説明してくんないじゃん、ガンダムを作る時にさ、車みたいに作りたかったって言ってんだよね、乗り物として。うそう、富野さんが、うん、だからさ、ガンダムのペダルってさ、アクセル、ブレーキ、クラッチ3つ。本当だ。でもあれクラッチだかなんだか分かんないよ。でもちゃんとアクセル、ブレーキ、クラッチに見えるんだよ、あれ。こう車を運転するみたいにガーってやって踏んでっつって、これどうすんだって説明書見ながら、あれ本当に新車買ったら説明書見ながらやるわけだ。だからそれをね、買った新製品を取扱説明書を見ながらすぐに動かせるやつっていうのはすごいやつだったんだ。あ、そうなの。その価値観のもとでアムロはいきなりガンダム動かして説明書見ながら、ザク2人倒すわけ、2体倒すわけ、ね、で、あいつはただもんじゃないみたいな、この価値観はね、当時の男の子は最高なわけ。へー、イエーイみたいな感じになる、そりゃなるだろうというのが、まあ、背後にあったの。すごい、そう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 、面白いなと思って、アムロを主役にしたことがものすごい大成功してるんだよ、このガンダムって。そうですね。なんでかっていうと、直前までは、兜浩二の呪いにかかってんの、はいはいはい、だから、おいらへっちゃらだいって言っている戦後焼け野原のタフな子供っていうキャラクターが成長すると兜浩二になるんだよ。なるほどなるほど。そうで、そこから、まあ、梶原が入るんだけどさ、はい、でも父ちゃん俺負けないぜになるわけじゃん。だからやめないじゃん野球、あいつ星ヒューマンってひどい目にあってっけど、まあ、やめないどころかね、どっちかっていうとジョーはやめたりやめなかったりみたいな感じで、ジョーにちょっと近い、ジョーはもう燃え尽きるっていう、でもそこまで行くじゃんみたいなさ、そうそうそう。 でももうアムロ最初から戦う気ないんだよね。まあたまたまですからね、彼はたまたまなの、それでたまたま才能があるからっつって試合に出ろみたいな、そうそう。でよくね、よく言うんだけど、人生ってどういうものかっていうと、サッカーの試合がもうすでに始まってる、はい、そこに自分がいきなり行かされて、はい、お前サッカーやってるからお前試合途中から出ろっていきなり言われる、おいおいおい、でもルールとかよく分かってない、分かってない分かってない、でお前こっちのチームだからあっちにすげえやついるから、あのディフェンダーお前のこと多分蹴ってくるから、行ってこいみたいな、とりあえず避ければいいんですね。つまり時代がここまで来ちゃってて、途中で人生が始まるっていうのはそういうことなんでね、別に選べないわけ、連邦も事業も選べないんで、はいはいはい、まさにそういう状態の気分っていうのが俺たちの気分にあったわけなんだよ。だってそんないきなりだって今徴兵って言われても困るだろうって、今多分日本人みんな思ってんじゃない、今徴兵って言われても困るよって、困るってかよく分からない、みんなアムロだから、そうそうそう、だからみんなアムロ、みんなアムロなんだから関係ないんだもん、だって世界なんてどっかでと思ってるわけ。だからその上の偉い人同士でその利害関係でぶつかってるだけで、本当はラジオ作ってた、本当はネットやってたいって、だからずっとガンダムを見られる、そうなんです、そのメンタリティーがずーっと続く、ずっと全員アムロ、アムロは成長したけど、あ、そうそうそう、ずっとアムロは生まれてくるから、そうそうそう、なるほど、そうそうそう、次のアムロ、次のアムロ、次のアムロで、どん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 メンタル良くなってくる、どんどん弱くなってくる、父さん認めてくれよとか言い出すアムロが出てくるし、そういう風になってくるって、切れるアムロも出てくるし、切れる14歳のアムロも出てくるじゃん、そういうそこのメンタリティっていうのはすごくあってさ、でこれのさ、なんか今言われたその当時の新人類って言われる世代ってすごい今のゆとり世代ってよく似てんの、我やりたいことだけやってればいいじゃん、別に豊かになりたいとか成功したいとか思ってるわけじゃねえし、みたいな感じで、おもちゃが大好きでみたいなさ、でそのアムロのに対して団塊世代はけしからんって言ってたの、男だろって、あれを全部ブライトとかに乗っけてんの、そこね、あれブライトを主役にしてたらダメなのよ、ブライト主役ですよ、もう逆に、でもでもブライトがいることによってバランスすげえ取れる、そこそうなんですよ
ブライトさんが狂言回しなんで、ガンダムっていう一大叙事詩は。そうで、そう、そうなの、その通りなの。だからブライトはだからかつてあった、ね、うん、その現実っていうものを受け入れながら自分を我慢することも必要だっていうことをやらなきゃいけない。19歳であんな目に遭 う, そ う, そうなんですよ。まだ10代なんですもんね。そう、うん、そう、すごいよね。そう、ガンダムの第一、その最初の放送は打ち切りに終わるんだけど、まあ、再放送で火がつくんだよ。で、再放送って夕方じゃん。まさにこの夕方、はい、夕焼けにゃんにゃん、あのね、この一番ガンダムにドハマりしたのは夕焼けにゃんにゃん見てた連中なんだよ。今40代の半ばぐらいの連中なんだけどさ、あれそうなんだよ、ね、土田さんとか、そうそうそう、だからもう あいつらもうトンネルずっと夕焼けにゃんにゃんとガンダムで生きてるんだよ、あいつら、うん、それが青春なんだよ。あ、まあまあ、それとバンドムーブとリンドバーグとあるんで、いろいろとブルーハーツと、まあ、いろいろあるんだよ、あの世代は。まだ結局俺らもそのエヴァとかの呪いみたいなのは、まあ、一生解けない部分はありますよ、ね、はい、再放送のアニメを楽し見るしかなかった連中っていうのはもうまさにノンポリノンポリだから どの種族にも属さない、政治なんかどうでもいいっていう個人主義な連中で、もうザッツアムロなんだよ、ほっといてくれよっていう感じなのね。そうだから戦争とか革命とかもう勘弁してくれよっていう、当時の気分って、時代の気分っていうものを完全にリンクしてるっていうのが、あの結構大正解だったっていうさ、これはなかなか、あの偶然にしてはよく富野さんがそのアムロを主人公にしたなと思うよね。聞いたけどね、俺本人に、うん、そしたらあの民というものはああいうもんでしょって言ってたから、民、そうすごいな、民衆というものはああいうものでしょとで、富野さん言わせると、うん、愚民による愚民のための革命っていうのがシャアがやったことなんだ、そして私もアニメを使って愚民たる私は子供向けの あの漫画アニメを作りながら戦いを挑んでいるという戦いを、まあ、彼はしてるわけなんだよ。だから彼は実はだからその、シャアなんだよ、あの人。あ、シャアなの。そうだからこそ愚民の一部であるアムロの気持ちも分かる。